はい、皆さんこんにちは。テリオのゲームのお部屋ようこそいらっしゃいませ。ということで続きやっていきましょう。428封鎖された渋谷でということで、皆さんこんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。たくさんの動画投稿してまいりましたが、病気で半年ほど実況できておりませんでした。ただありがたいことに、その間もチャンネル登録者数サポーターの方が増えておりまして、年内1000名を目指しておりました。2022年、ね、2023年、まあ、1000名超えていれば1000名以上、超えてなければ1000名を目指して引き続き頑張りますので、よろしくお願いいたします。もうね、3年ぐらい経つとね、やっぱり一つの区切りになってくるかと思うので、まあ、これでね、皆さんの評価をいただいてどうするかっていうのも決めていきたいかなと、ちょっと思ってる部分もございます。Hello everyone, my name is Terion. I am a game writer. I posted a lot of videos so far. I've been playing live for about 3 years, but I'm sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I would be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel ということで。うん。じゃあ、やっていきましょうか。前回ですね、どうしてもちょっと行き詰まってしまって、攻略に手間取ってしまったので、今回はね、ここね、ミノリカーも、加勢するということで、よくある名前は何だったかなっていう、遠山さんがね、噂の大将で、大沢さんの、奥さんの元付き合っていた男の名前は何だったか思い出すところからスタートしようと思います。これでね、田中を選んだんですが、遠藤。これね、これはね、わかんないよ。さて行きましょうか。遠山は眉間にしわ寄せてうなった。懸命に思い出そうとしているようだった。いや、違うな。山本、中村、田中、千代丹だ。田中、それはない。いや、違うな。その時、店内のテレビで、渋谷の爆破事件のニュースが流れたと。で、ここでジャンプが出てくんだよね。こんなのさ、気づかないでしょ。はい、ということで行きましょうか、遠藤ね。よくある名前、遠藤行きまーす。これであっちのとこに行けるかな。うん、17時25分ね。これはわかんないよ、正直。ってことは、ここで遠山さんが来るのか。そういうことか。作業室の扉がゆっくり開いたと。結局、遠山さんのところに取材しに行ってたんだね。あ、遠山さん、遠藤のところに取材しに行ってたんだね。おー思わずあっちゃ言葉を失った。姿を現した人物は瞳そのものだった。二卵性ソーセージなのに顔がそっくりというね。姉さん、瞳。不思議な光景だった。まるでそこに鏡があるかのように二人の瞳が向き合って立っている。姉さん、よかった、無事だったのね。心配させてごめんね。マリアは無事だった。アチはようやく自分の役目が果たせた気がした。お前、どうやって倉庫から。大輔の顔は青ざめている。おい、大輔、お前がやったのかよ。教えて、今回の誘拐計画を持ちかけた人は誰なの。マリアが厳しい口調で詰め寄った。その瞬間、大輔はマリアを突き飛ばし、瞳に襲いかかった。おい、大輔大輔、何やってんだよ。ジャックが阻止しようとしたが、大輔は瞳の首に懐中電灯のようなものを押し付けた。親父、アッチが踏み出そうとするのをジャックが遮った。動くな、スタンガンを持っている。スタンガン、電気ショックで防寒などを撃退するための護身用具。警棒タイプからワイヤー付きの針を発射する銃タイプのものまである。特に銃タイプはテイザーインターナショナル社製のものが有名であるため、アメリカではテイザーガンやテイザーと呼ばれることが多い。市民の御用信用だけではなく、警察や軍隊でも非殺傷武器として使用されている。これね、なんかテイザーガンっていうのは普通にさ、海外のゲームとかだとさ、武器として出てきたりするんだけど、なんだろうと思って調べたことがあってさ、これ、一般用なんだよね。市民の護身用だけではなくっていうね、これがアメリカの怖さだよね。首に打ち込めば死ぬこともある。詳しいな、アメリカの電気屋か？いや、こういうものだ。ジャックは懐から拳銃を抜くと、照準をピタリと大輔の頭に合わせる。待て！アッチは大輔とジャックの間に割って入った。アッチは驚いて見受けができなかった。いやいや、大輔と間に入るよ。アッチは大輔とジャックの間に割って入った。親父、瞳を離せよ。もうこんな馬鹿げたことはやめようぜ。
すがるような目をしてアッチは大輔に向かって歩き出した。バカなこと、バカなことを言ってるのはどっちだ。お前何もかも知っているんだろ。すべてを知っているなら俺に協力するのが当然じゃないのか。すべてを知っている。この子の心臓があればスズメは助かる。親父、どこの誰にそんなこと言われたんだよ。大輔は何も答えない。誰がそんなことを吹き込んだ、だって聞いてんだよ。臓器ブローカーをしているという外国人と病院で知り合ったんだ。臓器ブローカー、日本ではドナーとレシピエントの調整を行う医療専門職である臓器コーディネーターと区別し、非合法やそれに近い働きをする移植臓器斡旋業者と指すことが多い。金銭目的の臓器移植が公然と行われている国もあり、こうした仕事を専門にする者も少なくない。死体から移植可能な臓器や組織を摘出する業者も含まれる。いやでも怖いね。どんな感染症があるかわかんないもんね。ポツリと大輔はつぶやいた。うさんくせえ話だな。ジャックが鼻で笑った。俺だって最初は疑った。しかし今のままではスズネはただ死ぬのを待つしかない。血液型の問題でスズネの心臓移植が困難なことを話すと、その男は全力を尽くしてみると約束してくれたんだ。大輔の手が小刻みに震える。充血したうつろな目に涙が浮かんだ。しばらくしてから心臓適合者を見つけたとの連絡があった。スズネと同じ血液型で年も近いという、問題をもちろん今の段階で生きているということだった。それでは意味がない。いくらスズネに合う心臓があっても手に入らなければ意味がない。俺がそう嘆くとその男は言ったんだ。なんて。アチは唇を噛みしめながら聞いた。その人物を誘拐して連れてくれば、あとはこちらで何とかしましょう。そう言ったんだ。とうとう大輔は自分の行ったことを白状した。アチは拳をきつく握りしめ突きつけられた事実に耐えた。俺は何としてでも誘拐をやり遂げなければならなかった。耐えられなかったんだ。琴音をなくしてこの上鈴音まで失うのは。だから絶対に失敗はできなかった。そのブローカーが今回の身代金誘拐事件を計画したんだな。ジャックが銃口を向けたまま聞く。静かに大輔はうなずいた。特徴は背が高くて髪の毛は黒かった。日本語は流暢だった。ジャックが眉を潜めた。心当たりのある人物なのだろうか。大沢マリアを人質にして大沢瞳をさ導き出す、誘い出す作戦を考えたのはその男なんだな。ああ、そうだ。監視カメラのシステムを奴の PC で使えるようにしてやった。ところが今朝になって病院からスズネが危険な状態になったと連絡があった。俺はもう待っていられなかった。今すぐにでもスズネを助けてやりたかった。それで、大輔が言葉を切りスタンガンを握り直した。監視カメラのモニターを見るとそこに知り合いの刑事が映っていた。この子のすぐそばにあいつがいたんだ。ん?だからあいつに頼んでみようと思った。あれね。誰だったっけ?大輔じゃなくて。カノが尊敬する刑事さんね。頼みは絶対に断らない。あいつは俺の頼みは絶対に断れない。それがあの杖の男か。アチがかすれた声で言った。そうだ、モニターでお前たちを監視しながらあいつに指示を出した。親父、もうやめようぜ。こんなこと意味ねえよ。アチはまた一歩大輔に近づいた。意味はある。この子をここで殺せば鈴音は手術を受けられるんだ。そんなことがありえないことはアチにでも分かった。大輔は鈴音のために我を忘れ、まともな判断力を失っている。だって脳死状態かどうか判定されなかったらね、できないもんね。あちどうしてだ?なぜ俺に協力しない?お前、鈴音が助からなくてもいいのか?哀れな姿だった。しかし大輔の父親としての思いが伝わってきて切なくなった。あちは組手で大輔を倒した時のことを思い出した。どんなに情けない姿を見せたとしても、いつだって大輔からは父親としての愛情が感じられた。説得できる状態じゃないな。ジャックがポツリと呟いた。アチは首を小さく左右に振った。ジャック、銃を下げてくれ。その瞳にはうっすらと涙が浮かんでいた。頼む。銃を下げてくれ。決意のこもった声を聞き、ジャックは静かに銃を下ろした。アチは大輔に歩み寄ると、か細い肩をきつく掴んだ。親父、俺だってスズネを助けてよ。だったら邪魔をするな。だけど、スズネはこんなことをしてくれって親父に頼んだのかよ。スズネちゃん。大輔がハッとした顔をした。スズネがこんなことをしてくれって頼んだのかよ。
私もっと生きていたいから他の人から心臓を取ってきてくれって、そう親父に頼んだのかよ。アチが悟すように言うと大輔の体から力が抜けた。スタンガンを握っていた手がだらりと垂れる。もし鈴音が誰かの心臓を取ってきてって頼んだんだったら俺だって反対しねえさ。むしろ手伝うよ。親父だけを犯罪者にしねえよ。でも、そうじゃないだろう。鈴音は俺たちにそんなこと頼みはしないだろう。涙を流しながら必死に話した。大輔は誰よりも鈴音のことを考えていた。だから鈴音の気持ちだって絶対にわかるはずなのだ。鈴音は俺と違って頭がいいし優しいから、誰かから取った心臓なんかもらっても喜ばないと思うんだよ。それで助かったとしても喜ばないと思うんだよ。自分の代わりに誰かが不幸になるなんて絶対に我慢できない。俺たちの鈴音はそんな子だろ。大輔の目から大粒の涙がボロボロとこぼれた。だけどそれでは鈴音が助からないじゃないか。作業室に大輔とアチのおえつが響く。そうかもしれない。そうかもしれねえけどよ。これ以上鈴音を苦しめたり悲しませたりするのはやめようぜ。砂山が崩壊するように大輔はガクリと床に膝をついた。解放された瞳はその場に立ちすくんでいた。瞳の目にも涙が溢れている。バカだよ親父、大バカだよ。流れる涙を拭おうともせずアッチは大輔の背中を抱きしめた。いやー、これは感動するね。感動するけど、でもやっちゃいけないことやっちゃってっからな、この人。突然出入り口の方で音がした。全員が一斉に振り返る。マリアがぐったりと床に倒れていた。え？どういうこと？そのマリアを？いつの間にやってきたんだろう。カナンが抱き上げていた。入り口のそばに見覚えのない男が青い顔をして立っていた。来るな！近づこうとするアチたちをカナンが制した。ん？マリアは意識を失っているようだ。あ、マリアもう発症するのか、これ。胸騒ぎがした。部屋の中が不気味に静まり返る。数秒の間、誰もが口を聞かず、ただじっとマリアの姿を見つめていた。血が出るんじゃないか、マリアちゃん。やがてカナンがゆっくりと顔を上げ、蒼白な顔でつぶやいた。始まったのか。来たー。始まってしまったのか。とうとうウイルスが。おー、to be continued。さあ、ここでアチのショーが終わっちゃったので、今回はね、18時までの全員を終わらして、行こうかな。見覚えのない男、可能だね。まあ、時間的には20分ぐらいになるかもしれないけど、行こうか。さあ、可能。見覚えがない男ってわけじゃないけどね。何回か多分会ってると思うよ、あっち。若い男の必死の説得に父親らしい男はついに折れた。男の手の中から瞳が解放される。重苦しい空気が部屋全体を包んでいた。二人の親子のすすり泣きを聞きながら、カノは盾野のことを思い出していた。そう、盾野さんだったね。どうして人間というやつは罪を犯さずにはいられないのか。愛する者を救ってやりたい。そんな人間として大切な感情さえも犯罪へと繋がってしまう。どうして人間というやつは。どさりと音がして顔を上げると、いつの間にかカナンが作業室の中に入っていた。綺麗な鼻筋だね、本当にね。倒れたマリアのそばに駆け寄っている。カナンも慌てて作業室に入った。来るな！マリアの周りに集まろうとした人たちをカナンが大声で制止した。まさか発症してしまったのか。マリアがウイルスに感染したことをジャックに聞いたのは今から2時間ほど前のことだ。その時はまだ発症まで4時間の猶予があるとジャックは言っていた。あと2時間は発症しないはずではなかったか。マリアは目を閉じたまま死んだように動かない。姉さんどうしたの？それでも大沢ひとみは近づこうとする。カノは両手を広げて阻止した。君の姉さんは、ウーアウイルスに感染している。ウーアウイルス？ひとみの顔が途端に青ざめる。おい、近づいて大丈夫なのか？もし発症したんなら。カノが言ってもカナンはマリアから離れようとしなかった。
静かにマリアの額に手を当てている。熱はない。耳からの出血、リンパ腺の腫れもない。大丈夫だ。まだ発症はしていない。それじゃどうして倒れたの？瞳が心配した顔をする。そこまではわからない。いずれにしても抗ウイルス剤を打たねばマリアは助からない。だったら早く研究所に連れて行かないと。瞳が動揺した様子で言う。いや、それがダメなんだ。可能が重い口調で答えた。君も知っているとは思うが、パスワードがないと抗ウイルス剤のあるエリアには入れない。でも私の時はお父さんと田中さんで。田中守は死んだ。殺されたんだ。え？カノの一言に瞳は言葉を失った。嘘。田中さんさ、もしこれで瞳ちゃんと付き合ってたりしたらさ、最悪だよね。瞳を手玉に取りつつさ、愛とさ、不倫もしてたんでしょ？ですよね。彼は犯人グループの一員だった。口封じのために殺された可能性がある。それじゃ、姉さんは助からないの？うつろな目をして瞳がつぶやいた。そんなの嫌。どうして姉さんを助けられないの？誰も瞳の叫びに答えることができなかった。カノウも歯を食いしばってうなだれた。悔しかった。ここまで来て何もできない自分が情けなかった。わだちが研究所に行こう。カナンがぽつりとつぶやいた。電子ロックの解除は専門分野だ。あんたあんだけ強いのに専門は鍵開けなのかよ。アシという男が呆れた顔をする。ブルートフォース。暗号解読法の一つ。理論的に可能性のあるパターンすべてを入力し試すので、時間の制約がなければ最も確実な解読方法である。ただし膨大な時間がかかること、誤入力の回数制限が設定されている場合にアクセス禁止になることなどの欠点がある。サイドチャンネル。暗号そのものを解読するのではなく、暗号装置の処理時間や消費電力、漏洩する電波などを測定解析することで、装置内部の情報を導き出す方法。サイドチャンネル対策として暗号装置の動作状況を遮断することが重要とされている。へえ、こんなことできるんだ。ショートカット。暗号化と複合化に共通鍵を使用するブロック暗号に対し、数学的なアルゴリズムによる効率的な計算量で解読する方法。ただし理論的に計算可能であっても、実際の解読には膨大な時間が必要であり、ブロック暗号が危険ということではない。今の状況ではサイドチャンネルで行くしかない。サイドチャンネル、機材は？ジャックが口を挟んだ。研究所で PC を借りれば十分だ。いやー、こんなに強いのにさ。ね、暗号解読が専門だっていうね。カナンちゃんね。カナンちゃんどう見てもさ、まだ10代、本当に16、7ぐらいだよね、多分ね。ネットから専用のサーバーにつなぐ。なんだかわかんねえけど、俺はあんたに任せるよ。だってよ、あんたはワゴンの爆発から命かけて瞳を助けてくれた。あっちの言葉にカナンがうなずく。しかしこれだけは覚えておいてくれ。暗号解読は数時間経っても結果が出ないこともある。だからマリアの発症前に解除できるとは断言できない。わかりました。瞳がそう言うとアチもうなずいた。その場にいる誰も異論はなかった。突然作業室に妙な音が鳴り出した。なんだ？何の音だ？カノンは周囲を見渡した。ん？なんだよ。何の音だよ。私のパソコンからです。大介はパソコンのモニターを覗いた。アルファルトからの連絡が来るんじゃないか、これ。監視カメラの映像が消え、ウィンドウが全て真っ黒になっている。なんだこれは。どうしたんだよ、親父。あちもモニターを見た。全部消えた。保存していた監視カメラ映像が全部。大介は唖然としている。さて、主要キャストは揃ったようだな。今度はパソコンから男の声が聞こえてきた。ボイスチェンジャーによって音声は変えてある。次の瞬間、全てのモニターに作業室の様子が映し出された。親父、なんだよこれ。ファイアウォールが破られた。ファイアウォール、コンピューターネットワークへの不正侵入を防止するためのセキュリティシステム。不正侵入を火または火事に例え、その火を食い止める壁であることから、こう呼ばれていると。監視カメラのシステムが乗っ取られたんだ。モニターを見ている大介の顔が青ざめている。どこから撮っているんだ。可能は室内を見渡した。モニターの映像からカメラの位置を推察する。あれか。目の前のパソコンモニターの上にレンズが光っていた。ネット会議などに使う小型のカメラだ。今その場にマリアと瞳がいることで君たちも事情を察したはずだ。私からの提案はただ一つ。
研究所のパスワードと瞳の血液の交換だ。パソコンから流れてくる声がアルファルドであることを理解し、その場にいる全員が凍りついた。時間は今から約1時間後の午後7時、渋谷駅前のスクランブル交差点に今朝と同じように大沢瞳を立たせろ。もちろん交渉に応じるかどうかは君たちの自由だ。そこにいるカナン、彼女の解錠技術にかけるというのも選択の一つだろう。カナンが小さくした打ちをした。こちらの作戦はアルファルドに読まれている。しかしカナンの解錠が間に合わなかったら君たちはどうするつもりだ。マリアは確実に死ぬ。それだけじゃない。もし交換に応じない場合には第2第3のマリアを生み出す用意がこちらにはある。感染者はウイルスをまき散らし、数十万人の犠牲者が出るだろう。犠牲者一定数以上の人間の出入りがある都市で感染力の高いウイルスを使用したバイオテロが起こった場合、その感染規模を予測するのは難しい。最悪を想定すれば数日で数百万人規模になると予想する研究者もいる。よく考えて行動してくれ。淡々とした調子でアルファルドは続ける。待ち合わせ場所には私が顔を出す。主役不在の最終幕は盛り上がりに欠けるからな。それでは君たちと会えるのを楽しみにしているよ。そこまで言うと声は途切れた。パソコンのモニターも正常に戻り、監視カメラの映像が映し出された。すぐさま大輔が回線を引っこ抜くとパソコンのキーボードを叩いた。クソ、ファイアボールに穴があった。セキュリティをゼロからやり直す。そうだな、情報が筒抜けでは勝負にならない。カナンが冷静な口調でつぶやいた。ジャックは口をマーチモンディにして考え込んでいる。どうする?奴の要求に応えるのか?カノンはジャックに聞いた。そもそも本当に奴はノコノコとやってくるのか?いかにも捕まえてくれって言ってるようなものだろう。これまでの手口から考えても何か裏があると思えて仕方ない。それで姉さんが助かるのなら、私は行きます。瞳がきっぱりと言った。いや、ダメだ。ジャックは考えながら言った。どうしてですか?行けば君は殺される。え?瞳は声を詰まらせた。体内に抗ウイルス剤が残っているのが1週間だとしても、アルファルドは君の存在を黙って放っておくわけがない。ダメだダメだ、瞳、行っちゃダメだ。アッチが真っ赤な顔をして叫んだ。それでも、私は、だからアルファルドからしたら抗ウイルス剤をばらまかれたら困るんだよね。瞳はジャックの顔をまっすぐに見つめた。殺されると分かっていても行くのか。カナンに任せるだけじゃ嫌なんです。はっきりとした口調で瞳は言った。私も姉さんのために何かをしたい。私が姉さんを助けたい。瞳はマリアに目を落とした。私が行くの、きっと姉さんも反対すると思う。でも私は私なりに、できることをやりたいんです。もう誰も瞳の決意に口を挟まなかった。そこまでの覚悟があるならお前たちにもやれることがある。口を開いたのはカナンだった。言ってくれ。カノンは思わず身を乗り出した。正直カノンも瞳と同じ気持ちだった。カナンに任せるだけで何もしないでいるのは耐えられない。ここまで来た以上、この事件には最後まで関わりたかった。待ち合わせ場所でアルファルドを確保してパスワードを聞き出す。カナンはきっぱりと言い切った。それなら瞳を危険にさらさなくてもパスワードを聞き出せる。カノンはため息をついた。待ってくれ、仮に確保したとしてもどうやってパスワードを剥がせる。取り調べ室に連れて行く時間はないぞ。そもそも簡単に白状するのやつとも思えない。方法はある。瞳はアルファルドと接触したなら、私の携帯に連絡をしてくれ。カナンの携帯に?瞳は首をかしげる。奴にとって交換条件となる情報をいくつか持っている。私が直接交渉しよう。カナンの提案にカノンはうなった。なるほど。研究所のパスワード解析とアルファルドへの交渉、二段構えってことか。かすかに光明が差してきた感じがして、瞳の顔が少し明るくなった。これからは研究所と渋谷駅の二手に分かれることになる。連絡を取り合う時のために、携帯の番号を教えてくれ。カナンに言われるままに全員が携帯の番号を交換した。瞳とカナンが互いに電話を掛け合っていた。場にそぐわない明るい曲が流れ、なんとなく気持ちが和む。これで大丈夫ね。液晶画面を確認すると瞳は申し訳なさそうな顔をした。ごめんなさい、カナン。あなたにばかり頼ってしまって。気にすることはない。カナンは淡々とした口調で答えた。それじゃあ私、知事に連絡しておきます。瞳は大沢健二の携帯に電話をかけ、マリアとカナンが研究所へ入れるように頼んだ。いいのか?カノンはカナンに耳打ちをした。何が?君の目的はアルファルドだ。本当は研究所に行くよりも、今はマリアを助けたい。それだけだ。
相変わらず機械のように素っ気なかったが、その瞳には強い決意の光が宿っていた。カナにとってマリアは本当に特別な存在なのだろう。わかった、アルファルドの確保は任せろ。カノンは自分の胸板を叩いた。気持ちが熱くなるのがわかった。随分と回り道をした。大事なものを失いそうになった。諦めようと思ったこともあった。それでもとうとうここまでたどり着いた。相手は国際的テロリストだ。どう考えても一介の刑事の手には余る。だけど俺はやる、ルミ。これでもね、カナンがちょっと怪しいんだよね。ルミのお父さん、笹山さん、そして盾野さん、俺は必ずアルファルドを確保し、大沢マリアの命を救ってみせる。心の中で大きく声に出すと体中の血が熱くたぎった。 To be continued かな。さあ最後、大沢さんの章が残ってるんで、これだけやったら今回終了にしようかな。まあ1日2本取るっていうのはね、目標になってるんで、少なくともね、あと1個はやんないとね。さあ大沢健二、あと1個って今日でこれで2本目になるからね。さあ父に連絡しておきますということで、大沢健二のキープアウトを取りましょう。17時50分、あと10分なんでね、大沢さんもすぐ終わるでしょう。さあ愛のパスワードは大沢さんが、あ、そうか、大沢さんがこれ聞き出してたら大手柄だぞ。愛は田中からパスワードを聞いていない。最後の頼みが空振りに終わった。大沢はふーっと息を吐き出し、固く目を閉じた。もうどうしようもないのか。大沢の携帯電話が鳴った。携帯の液晶画面を見るなり大声を上げそうになった。そこには瞳と表示されていた。瞳か、無事か、無事なんだな。電話に出るなり大沢は叫んだ。うん、私は大丈夫。けどお姉さんが。マリアか。マリアがそこにいるのか。心の底から興奮した。お父さん、詳しい状況を説明してる時間がないの。だから要点だけ言うね。姉さんを助けるためなの、落ち着いて聞いて。あまりにも話が見えなかったが、とりあえず黙って聞くことにした。今からカナンという女の人が姉さんを研究所に連れて行きます。彼女がパスワードを解析してくれるから研究所に入れるようにしておいて。ちょっと待ってくれ。一体何が起こってるんだ。大沢はたまらずに口を挟んだ。姉さんを助けるためにいろんな人が動いてくれてるの。だからお父さんには研究所で待機していてほしいの。しかしあの電子ロックは簡単に開く品物では。別の方法も用意してあって、うまくいけばそっちでもパスワードがわかるかもしれない。腑に落ちない点は多かったが、瞳の言葉を信じることにした。それに他にマリアを助ける方法はないのだ。わかった、お前に言う通りにするよ。ただ二つの手段があるというのはわかったが、お前は危険な目に遭わないんだろうな。うん、大丈夫、心配しないで。そうか、それじゃあ今から研究室に向かう。嘘ついたな。ダメよ、言っちゃダメ。電話を切って家の中に戻ろうとした時、愛が背中にしがみついてきた。今抗ウイルス剤を使ったら何もかも公になる。ウーアウイルスも抗ウイルス剤も極秘にできる話ではないよ。引き離そうとしたが不可能だった。愛の力が思ったよりも強い。それにマリアから他の人に感染すれば、どうせ全ては世間に知られることになる。隔離すればいいのよ。うまくいけば何もかも隠蔽できるかも。愛は冷淡に言い放った。ふざけんなよ。君は自分の言ってることが分かっているのか。分かってる、でも私にはこうするしか。愛の体は小刻みに震えていた。そこまで私は君を追い込んでいたのか。大沢は地面に手をついて愛に土下座をした。すまなかった、本当にすまなかった。やめてよそんな真似。謝るぐらいなら研究所に行くのやめて。黙ったまま額を土にこすりつけた。会社の承認なしに抗ウイルス剤を使えば、あなたは大越製薬にいられなくなるわよ。でも人の命の方が大事だって。もうそんなことはどうでもいいんだよ。それに大越製薬じゃなくてもアメリカにヘッドハンティングされてるから、そっちに行けばいいし。頭を下げたままぼつりとつぶやいた。どうしたっていうの。あなたはウイルスにしか興味のない人間だったじゃない。愛は大沢の背中を何度も叩いた。確かに私はウイルスにしか興味がない人間だった。他のことは何一つ知らない人間だった。いや、知らなかったんじゃない、知ろうと思わなかったんだ。子供たちは君が何を考えているかも知ろうとしなかった。親として、夫として失格だ。今さらそんなこと言うなんてずるいわよ。また激しく愛が背中を叩いた。そうだな、本当に今さらかもしれない。でもまだ手遅れじゃない。やり直しは聞かずだ。やり直す？アメリカ行きも断ったんでしょ。抗ウイルス剤を使えばやり直すも何も、全てをあなたを失うのよ。私は君も失うのか。洗いざらいぶちまけてしまって、これからどうやって一緒にいられるのよ。愛はうっすらと泣いていた。その涙の意味が大沢には理解できなかった。
ただもう一緒にはいられないということは実感として分かった。大沢は立ち上がると愛を残して家に戻った。いや、いいよ、愛は残していいよ、もう。ただこの家はでも、もう捨てることになっちゃうだろうね。高い給料で、ね、維持してる家だろうけどね。裏口からガレージに回って車に乗り込み、シートベルトを締めると大きく深呼吸をした。脳裏には幼いマリアの姿が浮かんでいた。マリアはあの公園で雨に粒濡れになって佇んでいる。泣きべそをかけながら大沢を待っている。待っているマリア、今度は必ず迎えに行く。そうだ、全てを失うために研究所に行くわけではない。手のひらからこぼしてきたものを拾い集めるために行くのだ。いやー、ちょっと泣かせるね。大沢の運転する車は研究所に向かって走り出した。今日一日の終わりを告げるかのように、眩しい太陽がビルの間に沈みつつあった。6時ぐらいに沈むって、春だともうちょっと早く沈むんじゃないのかな。え、遠藤、大沢さんのショー終わっちゃったよ。エンドオブヒルスストーリー&マジで大沢さん終わっちゃった。ごめんな、スズメ。ウーアはばらまかれた。やめて、ミノさんが死んじゃう。やっと会えたな、アルファルド。お前はまた取り返しのつかないことをすることになる。18時から20時、あら、2時間だ、最後は。最後2時間だぞ。1時間じゃない。はい。ということで、最後はね、3人に絞られましたね。この3人で行動していくのが最後になりました。はい。ということで、ここまでご視聴誠にありがとうございます。はい。ということで、次回ですね、最後の2時間、突入していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価、コメントしてね、ぜひお待ちになってください。私もちょっと目が痛くなってきたんでね、ここら辺でちょっと一旦、中止しないとね、やっていけないかなと思ってます。はい。ということでですね、Thank you for your watching. If you like this video, please subscribe to my channel ということで、ぜひぜひチャンネル登録してお待ちくださいね。それじゃ、またね。バイバイ。